一般社団法人、めぐみ進む寮同窓会は、北海道大学の学生寮、めぐみ進む寮を卒業した卒業生による同窓会組織で、2018年に同盟の任意団体が発展的解消することによって設立された一般社団法人。1983年に当時の両者が新築されるのに伴い、 めぐみすすむ寮の名称を診療に引き継ぐことを目的に組織された同窓会を起源とする。北海道大学校内にある1、2年生を対象としためぐみすすむ寮が併領され、学部寮と統合された診療への移行が決まったことを受けて、1954年から1957年に入寮した OB が1982年に開催した。 めぐみすすむりょう永遠なれの会が発端となり、診療へ、めぐみすすむりょうの名称を継承すること、めぐみすすむりょう者を永久保存すること、めぐみすすむりょう家を継承していくことを目的に設立された同窓会組織。1983年にできた北大の学生寄宿舎に、めぐみすすむりょうの名前を継承し、給料舎を北海道開拓の村に移設、復元した後、 めぐみ進む寮文化の普及、継承のために、寮火災を開催することや同窓会名簿の更新、同窓生同士の親睦を深めるための活動を行っていた。一般社団法人改善は、本部と三つの支部で構成され、支部はそれぞれ、北海道支部、東日本支部、西日本支部と分かれていた。任意団体としてのめぐみ進むり同窓会は二千十八年に解散し、 一般社団法人、めぐみ進む量同窓会へ移行した。一般社団法人に移行する際、それまで支部として組織されていた北海道、東日本、西日本の各支部は、法人とは別の任意団体として位置づけられ、それぞれ北海道めぐみ進む量同窓会、東日本めぐみ進む量同窓会、西日本めぐみ進む量同窓会として再組織された。 めぐみ進む量ょ少以下に主な事業を挙げる。めぐみ進む量では2017年現在でも毎年りょの新作を続けており、同窓会ではりょ文化の継承、普及のためりょ祭などの行事を催している。毎年7月に同窓会しめぐみ進むを発行している。現役の材料生を支援するための事業を行っている。材料年次ごとに 入寮例例周年の集いを企画することや、寮火祭の開催を通じて、会員の交流を促進している。その他、以下のような事業が行われている。講演者として、主に北大関係者を招いて行う講演会、開き指揮者を開催し、一般市民に公開するなどしている。北海道開拓の村に一区復元されている旧、めぐみ進両者北海道開拓の村に寄贈され、 移設展示されている旧、めぐみ進む両者の整備活動を行っている。北海道大学と協力し、北海道大学ホームカミングデーにおける記念事業の共催などを行っている。正会員、両正会員、参上会員、名誉会員がある。正会員及び両正会員の中から20名以上30名以内で4年に一度開催される。 大議員選挙により大議員県社員を選出する。大議員をもって総会を構成し、総会をもって法令上の社員総会とする。15名以上40名以内の理事と3名以内の幹事を置き、理事会の決議により、理事から選任された1名の理事長をもって法令上の代表理事とし、同じく理事から選任された1名の副理事長をもって法令上の業務執行理事とする。 ありがとうございます。